4号艇横川が動きを見せました。内からは1、2、4、そして3、5、6となっての現在待機行動です。ボートレース宮島九州スポーツ杯、開催4日目の攻防です。競争水面は第4レースのランチタイム特賞の開始。1号艇は足立勇樹、2号艇松本博明、3号艇野中義雄、4号艇横川聡、5号艇天野昭雄、6号艇小宮亮が以上の6名です。インは1号艇足立勇樹。2日目逃げて勝って以来のここは高枠のチャンス。勝てば準優、当確ランプが灯る状況です。足立人気の中心。2コースは2号艇松本博明。オール3連隊の安定した走り。松本のノルマは2走3点。そして本番引きます。3稼働選択しました4号艇横川聡です。4コースは3号艇野中義雄、5コースは5号艇天野昭雄。今日は2走10点が必要条件。6コースからが6号艇小宮亮がです。並び体型ともに変わって体型は2対4。第4レース内から1番2段4番3番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇スタート遅れて、コースタートから出てくるか4号艇の横側なんですが、伸び返す1号艇足立に対してまくってきた4号艇、外行った3号艇両者競り合って、3位2点アクセント。1号艇足立の内から5号艇と2号艇が平先をかける勢いで、1番5番2番3艇固まってのトップ争い。わずかに1号艇優勢ですが、スークス様5号艇2号艇並んでいます。2マークは2号艇5号艇が先行、 V 字が切り込んで1号艇の足立ホーム外に帰ってきます。お知らせいたします。1号艇足立勇樹は妨害失格です。そして被害を受けてた形となった3号艇の野中義雄と4号艇横川聡失格となってしまいました。さあ1マーク出たところには事故艇とレスキューがあります。それを避けながらの構想となっています。先頭は5号艇の天野昭雄です。前にいる1号艇足立勇樹は妨害失格艇、残念ながらアクセントレースとなってしまいまして、残って走っているのは3艇。これから2周の2マークです。先頭は5号艇の天野昭雄、2番手は2号艇の松本博明、3番手が6号艇小宮亮が、上位の体型は5番2番6番で、レースは最終周回です。さあ残念ながらアクセント艇が出てしまいました。まず1番の足立勇樹は妨害による失格です。そして被害を受けました3号艇の野中義雄、4号艇横川聡も失格で、上位の体型5番2番6番で、残って走っているのは3艇ということになりました。それぞれは後方に大きく大きく水を開ける形となっています。さあ残念ながらアクシデント含み結果となってしまいまして、上位の体型5番2番6番、さあこれは後輩等となります。先頭は5番ゴールイン、2番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。なお1号艇足立勇樹は妨害失格。